lunes.激しく来るっていうのは分かってると思うので、はいはい、お墓のところを通ればというところですが、今年はソチーズ8敗のうち5回が先制しながらの逆転を受け、この辺りは中田さんは一つ課題にはあるわけですよね。そうですね、先制して試合をそのまま押し切るということが今シーズンできてないっていうところ、ベッカムなんじゃないですか。サバビッグがまず持たれて、さらに今はコースの切り方も知られました。切り方ですね、はい、まあ、こういうところをちゃんとキーパーも使ってつないでいくチームのこう哲学を持っています。サランポス、いやでも高岡の問題に出したブロック、まあ、飛ばして足元にぴったり置けるっていうのは高岡のビッグの能力ですね。いないとこういうスタイルできないですからね。まあ、ほとんど変えないって感じだと思いますし、はい、いいですね。ちょっと落として一緒ああいうところはやっぱドリブルのコースを意識するところはやっぱちょっとボランチの守備とサイドバックの守備の違いというのがちょっと変だかなって感じですね。もちろんいろいろなケア相手の目線ですけどボールを回ってないとか、まあ、そこが一個探せるといいかな。ミサオが走るんですよね、うん、まあ、あの辺でチャンスと思ったらどんどん出てくるってところはやっぱその感覚っていうのミサオはやっぱ素晴らしいなって思いますよね、はい、打てないと転倒しないところでもありますし、ここが通れば OK です。小山です。なかなかできないと思いますけどね。あの質の高いフィールドだと思いますよ。はい、はい、納得。2試合連続このところ引き分けているだけに、おお、ここもすごいですね。左足で一発ですね、はい、体の背後、はい、左のところまで持ってったんですか。はい、最後前田はしかしながらここまで強く追います。小山です。
シも結構強いんですよ。